皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、3月中旬、神戸の電鉄、日踊り越え駅に来ました。まあちょっと港川の上流の河川がまああちらの方にあるんですけども、まあこの辺り、まあ老朽化している家屋も多いので、ちょっと撮影して、回りたいと思います。まあ金属回収地点と、あとかまど発電が出来上がった時の木材の回収地点ということで、撮影したいなと思います。この辺どこかスーパーマーケットがあったらね、駅からはすぐ近いんで、住みやすいは住みやすいんでしょうけど、まあ、大体のところでね、もう見てもらったら、さっきの、まあ、雨戸が完全に閉まっているだとか、だからまあ、まあ、こちらも多分そうでしょうね。先ほども一回見たんですよ。ああいうふうに、まあ誰か片付けに、まず家の中を、そういう人たちが来なかったらっていうところですね。まあこういうところもね、木材、かまど発電用の木材になると思います。向きは口で行くだけですからね。で、まああちらの建物も、多分放置されてるんでしょうね。まあ大体の様子で一応立ち入り禁止とかの札はあるんですけども、多分放置されてると思います。で一応これね、言っておきますけども、法務局の住所書き込めば、そこの土地の所有者が誰か、建物の所有者が誰か、判明します。だけども法務局の人が言ってます。記録してるだけで我々も、何から何まで、一つ一つ管理なんかできないと。だからこういうふうなとこを誰かが撮影して行政に、報告して、で、まあ、僕が撮影したところちゃんと金属回収地点とか解体しなきゃならない建物とか解体してくれたりしています。で誰かがこれねしなかったらほったらかしになるんですよ、その町がまるっきり。でここもここ多分これ金属回収地点でしょうね。業者がしてるんじゃないんじゃないかな。もうオートバイの、ああいうシートの割れ方とか見たらわかりますね。もう完全に放置。どこかの業者が集めてきて、買い取りとかで、お金出して、粗大ゴミとして引き取って、その放置してる可能性ありますね。あくまでも可能性ですよ。ある程度そういう方向から物言わせてもらわなかったら、あとここ。竹やばあるから、枯れてる竹いっぱいある。かまど発電用の竹。ちょっと一旦撮影やめて、向こうの方行ってみますね。もうすぐ撮影再開しましたけども、ここに、枯れてる木。これも、かまど発電用の燃料ですね。で、まあ、この辺のところとかも、まあ、もう少し時期来て、5月ぐらいになっても、葉っぱついてなかったら枯れてるんで、かまど発電用に回収したらいいと思います。僕もね、日踊り越えの駅降りたん今日が初めてなんですよ。長い間ずっと生まれてから神戸市民ずっとしてましたけど。で、まあ丸山の方とかも、丸山駅の近辺とかも撮影しようと思ってるんですけど、道がよくわかんないんですよ。で、一回降りてみて、ちょっと確認してるところですね。河川の方をまず見てみます。先ほど向こうの方に歩こうとしたんですけども、あちらの渡りたいんですよ。だけども、信号はちょっとないんでね、もうちょっと向こうの方行きますね。あちらの方角は下山する方です。で、地図で言うと、ちょっと待ってくださいね。あ、ここじゃない。ここかな。ここですね。日踊り越え駅、ここですね。源平の源家と平家の
合戦ということに、漫画の方の歴史でね、それし始めて、それはいつの間にか本物の歴史みたいに扱われてますけども、違いますよ。源家も、平家も両方とも天皇家の子孫です。で、昔行われてたイベントが瀬戸内海での船の上に、的を、乗せて、海の上に船を浮かせて、でそれを、まあ、遠くから矢で撃って、それを、的をね、射ることができたらこうおーってこう拍手をするような、そういう風な、ここもそうかな、ここも廃墟かな、どうなんでしょうね、誰か管理者いるのかな、かなりの数ですけど、まあ、シャッター閉まってますからね、大丈夫かな。ちょっとね、向こうの方に渡りたかったんですけどね、道変えた方がいいかな。さっき駅のところで踏切渡っていったら向こうの方に行けそうだったので、ちょっと向こうの方に一回戻りますね。信号が見当たらないんで、それも昔ここの道車で一回ぐらいは通ったことありますね。戻ります。そこから降りてきたんですけども、さっきの道路がそこなんですけど、こんなところがありました。ちょっと行ってみますね。あちらの道、そこの道から出てきました。頭上注意って書いてますね。一応ね、正解の道選べたみたいです。多分そこから降りていける。あちらの方に河川があるはずですから、港が続いていく。で、あの辺りですね、ああいう風なあのところ、2つ貯水タンクある、見えますかね。ああいう風に、水を溜め込んでるところがあるんですよ。で、この辺だったら石ダムとカラス原の水源地ということになってくるんですけども、ドントダムからはね、パイプ水路引っ張ってはないと思いますね。山の中穴掘ってあの距離はちょっとなかなかないんじゃないかなと。あと、まあこの辺りも、まあ老朽化した家屋はたくさんありそうですね。まあ、家住んでらっしゃる方が中にはいらっしゃるかもしれませんけど、大体のところでね、一応まだここは駅から近いんで、人が住みやすいかどうかで、まあ、ちょっとこの辺りもスーパーマーケットは見てないんですけど、ああいうように綺麗な家も結構あるから、まあ、あるはずだと思いますよ。歩いてなんせね、生活、あ、もうここは完全に廃墟ですね。一応、だからここは駅からもう歩いて5分以内だから、案外、まあ買い物行くときにアップダウンはあって、まあ足腰鍛えるにはちょうどいいと思いますけど、空いてますね、ここ。まあ空いてるところ見つけて、あの建築業者さんの人とか、あの勝手に動かないように、もう日本中で空き家1000万件以上できてます。ああいうふうな、さっき撮影した老朽化してすぐに解体しなきゃならないような家屋はカウントしてません。もう新築、ほとんど新築。ここ20年以内のところ。それが、1000万件作りすぎてるんです。生まれてきてる人たちの数は男性女性ずっと減少傾向。僕が生まれたのは1977年8月9日なんですけども、その年と比べて、今生まれてきてる人の数、男性も女性も半分ずつぐらい。で、毎年そうなんですけども、まあ、その辺のところがね、不思議なところで、男性と女性の生まれてきてる割合が大体一定の数同じなんですよ。ちょっとね、一旦撮影やめますね。道に迷うかもしれませんが、ここも、多分人いないでしょうね。ほったらかし。一応ね、ああいうふうな家解体したら中から木材とあと金属が出てくるんでね、ロシアなんか今石油の採掘で1万5000メートルもそこまで掘ってくれてるんですよ。で、金属に関してはどれぐらいそこまで掘ってるのか知らないですけども、まあまあ、ベルトコンベアで引っ張り上げてくるのもそうなんですけども、運ぶのがね、エネルギーがたくさん消費されてしまうので、やっぱり金属は大事にしなきゃならない。こうなってくると、老朽化した建物を解体して、金属を回収する、土地を開ける。この方がやっぱり賢いですね、どう考えても。
そのうち面積なくなっちゃいますよ、日本狭いっていう話になるんですよね。ちょっとね、僕も地図は一応持ってるんですけども、大きな地図なんで、あと、もうこれ、もう大体で進んでいきます。一旦撮影やります。だいぶ古そうな建物があったので撮影しておきますね。まあ先ほどあの道から来ました。で、まあ多分人住んでらっしゃらないでしょうね、雰囲気的に。まあこういう風に封鎖されていて。まあここも多分そうなんでしょうね。もう壁とか見たらわかりますよ。亀裂とかだいぶ入ってるから。もう何でもある程度まで来たらもう倒壊する前に解体ですよ。で、雨戸もやっぱり閉まってる。木の雨戸で、でもあれだけボロボロになってる。ちょっとまた撮影一旦中断します。あちらの方から来たんですけども、そこの道、左手曲がったところから、この辺がね、ウイス町で良かったと思うんですけども、2丁目1ですね。一応途中で町名見かけたら撮影しておいて、で、まあ、この辺りも多分もう枯れてるんでしょうね。一応まあ3月中旬なんですけども、まあ芽吹き始めてるんで、で、まあこの辺はもう間違いなく枯れてますから、鎌田発電用の、木材もうこれ探したらね、本当にいくらでもありますよ。で、長田区の、長田駅、神戸電鉄の長田駅の、歩いて、まあ、15分ぐらいのところに高校があるから、そういったところで、鎌田発電整備して、で、そういったところの高校の運動部の人が時間給をもらいながら、まあそういった、木を斧とかノコギリで伐採して運ぶと。それはまあ筋トレですね。ああ、まだこれ上流あるみたいですね。この川がね、ずっと先行ったら港川に合流する河川なんですよ。何が撮影したかったかって言ったら、河川の底とか、コンクリート化してるかどうか、水が抜けてないかどうかの確認ですね。あっちより向こうはちょっともう行こうとは思わないですね。基本的に今日親の介護でね、父親の家行こうと思って、で、途中で駅降りて、撮影しようと思って、まあ、こちらの家ももう老朽化してる建物で放置されてますね。ちょうど町名もついてるんで、まあ、分かりやすいと思います。長田区です、神戸市の。ね、この道もどう行ったらいいのかな。一応、河川沿いには歩きたいんで、ちょっと向こうの道歩いてみますね。これ、道間違えたら最悪です。また山登りをしながら戻ってこなきゃなんなくなるので、まあこの辺りもけどそうなのかなと。ちょっと当分何もなすところで一旦中断します。そこ曲がってきたところなんですが、すぐに老朽化した建物あります。こうなんかこう一望できるところで見た方がなんか早そうな気がしますね。あの辺りもそうですし、ちょっとまあ、もう少し下山しますね。急に地震とかで震度4とかぐらいでもなんかこう崩れそうでしょ。で、通行人とかに、まあ、外壁が崩れ落ちてくることは多々あります。で、通行人の人に当たっても危ないし、近隣の家に住んでる人たちがね、タイミング見計らって早く、解体してもらった方がっていうことになりますね。あとはまあ、河川関係の管理されてるところがそうなんですけど、その横は河川だから、崩れた河川の上に、その家がね、堆積してしまいますんで、今だったらまあ、1月1日の能登半島、2024年、ああいうふうに大きな地震が発生したときに土砂崩れが発生して、で河川を、塞いでしまうと。で土砂ダムができてしまうんで、あれも途中で水がたくさん溜まった、決壊して一気に水が流れ出して、街中、氾濫が起きたりします、河川の。でそういうのが危険なんで、ね、あとここは金属回収地点ですね。この門とブランコの跡みたいなの、まあ、あの辺りの高さだったら多分手すりもいらないから金属回収した方がいいとは思いますけどね。この辺もそうですけども、上に何か新しく作るんだったらっていうことになりますけど、こんなもんみんな嫌でしょ。
もう撮影してたらすぐ分かると思いますけども、大型船いっぱいぐらいの金属、もうちょっと撮影して歩いたらすぐ出てきます。解体すればの話ですけどね。これ一旦中断しちゃうんですけど、体温が低下してるからなかなか言うこと聞いてくれない。この辺は解体した後もう建物建てない方がいいですね。まあ河川がすぐ横なので、まあ増水することはまずないと思うんですけども、あと木がああいう風に生えてきてるんで、その辺りはかまど発電用に、まあ、学生さんの方で回収してほしいですね。まあこれぐらいのところだったらね、どっかね、そのうち歩いていたら降りやすいところありますよ。どっか階段とかがあって、さっきあちらの道から、左曲がってきました。まあ向こうの方に、日踊り越え駅があります。どうしよう、なんかいっぱいあるからこのまま、いや中断しようと思ったもんね、体温低下してるからなかなか反応してくれなくて、タッチしても、まあついでに照明とかあるから撮影した方がいいかな。こういう照明ですね。まああちらも、まあ、老朽化して放置されている建物でしょうね。まあこの辺りもそれっぽいですね。まあ、ここはどうなんでしょうね。崩れたら危ないですからね。まあなぜね、何でもかんでもこう行政の人たちがしてくれるかっていうと、今神戸市北区の、区役所の出張所、岡和駅の近くにある神戸市北区藤原台の北新ビル、出張所なんですけども、住民票とか、戸籍謄本とかそういったものを出すフロア4階にあるんですけども、そこはもう全員ね、人材派遣会社の人に変わってしまってるんですよね。だから地方交付税法とかがあって、本当の人口の話とかもいろいろあるから、国の方もどこからどこまでお金を回すのか、まあ、地方にのへのまず分配、まあ、そこから先は中央の方からお金を出しちゃいいんですけども、まあそうなったら円安になるっていうところなんですけど、しなきゃならないことが何なのかっていうところを、エネルギーの残存量問題に的を絞って、そこで絶対に必要な仕事は何なのかっていうことを考えて仕事をするしかない。それをしなかったら、石油の採掘可能埋蔵量、私が20歳ぐらいの頃、1998年ぐらいですね、その頃に、技術的採掘可能埋蔵量、世界全体の69年分です。2011年のデータで、59年分、2022年のデータで、残り54年分、もうあとありません。ガス49年分、先々まで掘っていく分も含めてです。もうロシアとウクライナの戦争なんか本当にどうでもいいです。もう今は喋り方の口調がもう巻き舌になってしまう。あんなしょうもない番組をね、フェイクニュースでテレビ出てる人たちがお金稼ぎされたら、政府の指示、上の指示へ上の指示へっていう話になっていったら、役員の責任になって、法律で言うとね、で役員の責任をさらに上に上げていくと NHK の参加で、 NHK の役員は一人だけなんですよ。会長が各民間のテレビ局がその参加に入ってるんですよ。でその上はどこかって言ったら総務省で、その話をあんまりしすぎると総務大臣が辞任しなきゃならない形になるんでね、そのフェイクニュースをとにかく終わらす、その方法を、しっかりと確立しなきゃならない。でなぜ放送してるのかの理由は僕もわからないんですよ。テレビ局の人間も、はっきりとした理由なんか言わない。多分もう最初、昔からフェイクニュース流してるから、ずっとフェイクニュース流しっぱなしになって、昔の放送のされた事件のニュースまでずっと放送してる。だから、一応ね、災害関係のニュースに関しては本当のことを放送してるはずなんですよ。ただたまにね、他国の災害でフェイクの内容とか放送されています。まあ、このあたりが、そうですね、老朽化されて放置されてるんでしょうね。で、まあ、河川もあるし、どうしようかな。左行った方がいいのかな、右行った方がいいのかな。
ちょっとね、僕も道わからないんで、一回左から歩いて行ってみますね。ちょっと中断したいけど、撮影時間がなくなる、データ容量が。まあ、この辺も他の方が撮影してましたけども、老朽化してほったらかしになっている家屋が多いですね。まあ、元々のどの方がどうこうとか、まあ、そういう話は、生まれどうこうっていうところよりもね、そういう昔の話はもういいから、国連でまとまってますから、老朽化した家屋解体して、でこの辺は傾斜きつくて危ないから、畑するとしたら畑、先ほど言ってたようにこれが答えで、金属はだいぶこれだけ解体したら出てくる。でただここ歩いて動かなきゃなんないので足場悪いんでね、まあ金属一つ一つ分けて運動部の学生さんが運んだらいいと思いますよ。これ右かな左かな、まあどっちでもいいや。まあ向こうもそうで、あと竹やぶ、これ枯れてる竹が蒲田発電用の、竹、まだ青々としてるのは残しといたい、そこから、地面の底でねこうつながっていて、そこから竹の子として新しく出てくるから、放っておいても新しいのがどん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 できてくるから、職人なんかする暇ない。まあ、あちらの方にもだいぶ老朽化した家屋がたくさんありそうですね。まあ、竹やぶですね、こう見てもらったら分かる通り枯れてる竹だけで、まあ、何百とあるんはまず間違いないですね。まあ、この辺とある程度永田駅近くまで歩いていったら、まあ、線はあるでしょうね。ね、これだけあったら暖を得れたり、まあ、その辺もそうですけども、本当は順番的に蒲田発電先作って、でこういう枯れてるだけを伐採して建物の解体、だから人間が解体する方で重機が ここは入ってこれないから、まあミニユンボだったら入ってこれるけども、基本的に人間が解体する昔の方法で解体ですね。で向こうに道があるから、さっきの道を渡っておいて向こうの方を歩いていきゃよかったんですよ、きっと。ちょっとこのまま歩いてみましょうか。どこかで渡れるところがあったらね、渡りたいんで。ないね、もう先。ないな。行き止まりで戻ってきたんですけど、足元見てもらったら分かる通り、これねもう枝がいっぱい落ちるんですよ。まあ、これは竹のね、根元の部分のところです。こういったものは残しておいて、こういう、枯れてる方の、まあ、中には倒木とかもあったりします。基本的に枯れてるだけなんですけど、そういうの拾い集めても結構な量になります。もうものすごい落ちてますよ。で、左手の方の道に来たんですが、多分行き止まりじゃないかなとは思うんですけど、一応行きますね。まあ、別の方が撮影しましたけども、今はね、正直、渡る橋がないかなと思って、向こうの川の向こうに道路が見えてたんで、とりあえず自分で行ってみんかったら、なかなかわかんないですからね、現場。まあ、いろんなところ、まあ、行政がしてきた負の遺産、無駄なエネルギーの使い方、無駄な建物の建設、そういったところを撮影しに行ってくれてるの非常にありがたいです。まあ、もともとテレビ局で放送してたんですけども、検索ワードみんな分かんなくなりますからね。で、どちらにしても何年かに、一遍なり二遍なり、撮影しに行かなかった。あ、この辺も枯れてるだけありますね。まあ、これだけでも、
撮影した価値あり。先ほど丸山駅前にテレビ局の、スタッフと思われる人間がカメラを、先ほどの続きです、先ほど丸山駅の近くでテレビ局のスタッフらしきもの、20名ほどいました。腕章つけてません。腕章つけることになってます、昔から。どこの新聞社なのか、どこのテレビ局なのか、腕章つけることになっています。で、その者たちに警告しました。春山整骨院に関しては2003年建物解体していると。で、それは裁判所の判決ありでそうなっています。裁判所の判例にそう思えたら即逮捕です。で、本題に戻りますけども、河川そちらの方までは下、コンクリート化、されています。で、こちらですね、こちらのところでね、そこも割れてますね。で、コンクリート化されてますね、そこから先のところが見えますかね。で、その辺コンクリート化してなかったら水の量地面に染み込んで減ります。で、中は空洞化、続きます、長い年月をかけてね。で、まあ、阪神淡路大震災のような地震につながる可能性があります。あの辺竹やぶ、いっぱいあります。で、こちらが先ほどの河川の両サイドなんですけど、まあ、あちらの方も竹やぶです。ちょっと見えにくくなってますけども、あの向こう岸も竹やぶです。で、河川の底ですね、まあ、こういう風な形状になっています。まあ、以前新湊川の、あの河川水門開式玉発電のどの辺りに門を設置するか、2門ほどは、伝えてますけども、まあ、この辺りをどうするかですね。あちらの畑もお手入れされてないのかな、どうかな、ちょっと来る時期が早かったから分かんないですね。また3月上旬なんで。で、やっぱりあの河川の底がね、水これ抜けてますね。途中まで流れてた水の量と、もう見た目でなんとなく分かるでしょう。もう至る所が本当はそう。だからちゃんと河川の底を、ある程度のポイントでね、そんなに距離大したことない。まあ、一応こう道路なんで生コン入ってこれるんで、生コンの、ミキサー車が。で、まあ、ここちょうどなだらかになってるから、この辺りから、まあ、運んで、入れていっていいと思います。まあ、向こうの方、長さ100メートルあるかな、どうかな、ぐらいで、あとはまあ、南の方、どれぐらいの距離あるかですね。まあ、水を貯水するとしたら、その辺りの、ところ、まあ、担保されてる方とかだったらね、もう以前言った2問だけにしといて、まあ、放置しておくか。まあ、何か、あれ水路だったのかな、何なんでしょうね。ああいう風に見えてるのは、あれは水道管ですね。あの、先ほど水を貯水していたタンクを2つ、指さして、説明しましたけども、あちらのタンク、から多分、水引っ張っていて、あそこまで水を汲み上げてしまえば、あとはその圧力で、重力で、同じ高さのところまでは水が出るようになっています。ただ、汲み上げ多分してると思いますね。石ダムからだと高さどうなのかな？石ダムの方が高いけども、高いかな？どうかな？けど、結構弱の目だったからな。多分電気使って汲み上げてると思いますよ。本当はもう大体のところそうですから。だいたい電気使って組み上げ、あ、高さ結構あるな、以前の門の設置した場所、指定した場所と比べたら。で、あの辺りも老朽化した建物ですね。ちょっと一旦撮影やめますね。高さがもうこれだけあった以前、指定してた場所までの高さまで到達しないですね。だからもう、一旦まずその2門を設置してからどうするかですね。ただコンクリートで、河川の底は整備しなきゃなんない。それしなかったら水がもったいない、無駄に抜けていきますから。あちらから歩いてきたんですけども、これまずですね、鳥取県ナンバーの車でも苔生えてる、あの緑色の部分、これ苔、かなりの長い期間、放置されてますね。車種見ても分かりますね、もう何十年も前ですね。で、大抵こういう風な車はこういう風にもう空気抜けていってこうなるんですよ、タイヤが。回収した方がいい。どうせもうその持ち主、元で来ない人やわ。
何かして鳥取から逃げてきたのか何なのか分かんないですけども、もうお金がなくて鳥取県から回収するだけの財力はなくなってるのかもしれない。もう僕みたいに生活保護になって、でそのままもう老人になってっていうケースだと思いますよ。結構ありますから、そういうケース。あの精神病院の制度やめた方がいい。罰金刑で終わらせたらいい。で、ただしそれ全部法廷通した方がいい。お互いの言い分聞かないと、一番最初はいつからなのか。これはもう裁判所の裁判官とか言ってます。一番最初はどういうふうなことで物事が始まったのか。そこでお互いどういうふうなことがあったのか。これ両方出していかなかったら、はっきりした、正当な結論出ませんから。あ、ここも老朽化した建物。亀裂かなり入ってます。これも法律であるんですよ。震度6に足りないような建物は解体しなければならないって。あの辺りも多分人いないんじゃないですかね。向こうのはちょっと分からないですけど。あちらの建物は、左側面壁に穴開いてます。もう多分人いないでしょうね。でこちらも、まあ、火災があったんでしょうね。これ車がここまでなるって相当な火災ですよ。いや案外木の柱はまだ燃え残ってますね。途中で消火活動で なんとかした方なのかな。であちらに見えるのがあれはなんだろう、浄水所かな、違うかな、何でしょうね。なんかもうあれはあれでかなり老朽化した建物ですけども、向こうにあの駐車場があって入り口あるんですけども、特に縦看板とか、まあ、横から歩きながらだったんっていうこともあるんですけども見かけなかったので、まあ何でしょうね、あの建物あれはあれでなんかもうほったらかしになってる気がしますね。まあ、もうちょっと先まで撮影します。思ったらすぐ下が、ああいう風な状態で、あの辺も、多分人がいない老朽化した建物ですよね。壁の亀裂の入り方見たら分かります。あの辺りも早く撤去してもらった方が、河川水門開始弾発電で、水貯水するときに、あの高さのところまである程度水が、貯水できますんでね、その辺のところはね、しっかりと行政の方で対応していただきたいですね。だからまあ新湊川の一番最初の一問目を貯水した時、水がどの辺りまで来るかなんですよね。それ見てみなかったら次二問目をどこに設置するのかっていうのが決まらない。兵庫区東山町の方の二問目はもう確定ですよ。先ほどの続き、永田町8丁目の位置、まあ、こちらも放置されてると思われる建物ですね。もともとはテナントだったんでしょうね。で、まあ、モータープールっては書かれてはいますけども、使用されてないんじゃないですかね。ちょっとね、河川は向こうの方なんですけども、もう河川から離れて、父親の家の方に向かっています。